お送りします。正しいものを選んでください。はい、今日はですね、道具の使い方を動画にしようと思いまして、ちょっといただいた、首輪なんですが、こういうハーフカラーですね、ハーフチョークカラーですかね、いただきました。で、僕がそのセッションずっとトレーナー時期にやってたセッションの中でね、結構、ハーフチョークカラー使っておられる飼い主さん多かったです。トレーナーさんに勧められてとか、ペットショップに勧められてとか言われて使っておられました。でも、このハーフチョークカラーっていうのは、すごく制御できるアイテムなんですよね。で、それが全然使い方が間違っておられて正しい使い方されてる方と僕巡り合ったことないんですよ。これでこの動画でちょっとこのハーフチョークカラーを使っておられる飼い主様に向けて配信、それと興味をあられる方、こんだけ便利な道具なんだよっていうのをね、知っていただくためにちょっとモデルを岸くんですね、岸くんモデルにしてもらってちょっとやりたいと思います。で、初めは、フラットカラー、普通の、首輪で散歩してどんなもんか、それと こっちが、どんなものか、ですよね、それを両方、動画にしたいと思います。それでちょっとね、これつけるの大変なんで機種暴れるんで、まずちょっと、つけます。それからまた動画、続きをご覧ください。それでは、はーい、はーい、今首輪をつけました。こんな感じでつけます。ちょっと撮れ見えるかな、一人で撮ってるんでね、ちょっとごめんね、やっかしゃ。これね、まあ今ついてるんですが、これもチェーンと一緒で、顎の下から耳の後ろをめがけて、頭付近に、頭にできるだけ近づけてつけます。つけ方はね、こういう感じでね。それで、このポイントはここなんです。調整がいるんですよ、これ。調整で、ちょっとね、キッシュ君首細いんでギリギリ、これ見えますか？ D 管。D 管がひっついたらダメ。ネックレスのようにダランダランにみんなつけてはるんですよね。で、それじゃ全然、このハーフチョークカラーのいいとこっていうか、全然発揮できないです。で、ここは絶対余ってること。D 管と D 管の間。これね。これが余ってることが、絶対条件です。これが皆さん間違ってます。で、顎の下から耳の後ろ、これは合ってる方もいてますけど、全然違う方も結構います。はい。こういう感じでね、つけますね。で、ちょっと、キッシュ君、リードつけさせて。無理？ちょっと待ってね、これどうしよう。どうしよう。一旦切ります。はい。リードに変えました。ほんだら、まずちょっと散歩しますね。こんなです。これフラットカラーに今つけてます。こんなです。はい。よいしょ。まだ。こんなです。もうすごい。これ、動画にならないんちゃう、この粉暴れが。すごいですよ。ロケットスタートくんなんですよ。で、まず、ここで落ち着けなあかんねんけど、この子多分落ち着かない。このままじゃあね。まず、もうこのまま激しさを先見てもらいます。ほんで、コレクション入れますね。はい。よいしょ。行こう。カメラ一緒に持ってたら、ブレるわ、これ。こんなんです。すごいでしょ、この子。超ロケットスタート。で、コレクションまず入んないと思うけど、
ちょっと待ってくださいね。取りながらじゃこれしんどい。こんな、まず、こんなんです。全然効かないでね、この子つながれてたと思うんですよ。首がめっちゃ鈍感、コレクションがまず入んない。こんなんですな、やっと落ち着きました。はい、こんなんです。で、いきますね、いきますね。こんなんです、こんなんです、こんなんですね。で、次ハーフチョークに変えます。ちょっと切ります。はーい、ハーフチョークに変えました。はい、こういう感じでね。で、ハーフチョークいうのは横に引かない、横に引いたらずれるんで、ずれるだけなんで、ハーフチョークの使い方っていうのは、できるだけハーフチョークをつけた位置から下ろさないためにちょっと軽く上に引っ張っておきますね。で、前へ行きかけたり、犬に反応とかなんか反応したときは上に引きます。これです。これです。ね。それで行きますね。あ、もう音がしなってくる。こう上ね。こういう感じで、全然ちゃうでしょ。上ね。横じゃないです。横だったら、首輪がずれる、ずれるんですよね、首に。で、よくないし、効かないです。で、よく、トレーナーさんとか、ペットショップの方、これ、締めるって思ってるんですよ。絞るって。確かに絞ってるんですが、じゃないんですよ。こう、首の横に刺激を与えてるんですよ。その刺激で気づかすという感じで、締めて苦しめる道具じゃないです。これは。それと、チェーンの音でびっくりする。確かにチェーンの音耳の近くで鳴るんですが、そうじゃないです。首の付け根に軽い刺激を与えて、それで犬に気づかすです。それがコレクションです。コレクションなんですよ。コレクションなんですよ。苦しめるだったらコレクションじゃないでしょ。で、こういう感じで。で、前行きかけたら、全然おとなしになってるでしょ。前行きかけたら上上げるです。上です、これ。で、今車通りました。車通りました。で、見てます。よいしょ。で、ロックオン解除も、実は、これできるんです。はい。ロックオン解除は、ちょっとね、これね、ギリギリなんですよ。だからちょっと示しろが足らない。だからね、普通のハーフチョークカラーなら、いっぺんつけてから首のとこで調整しなあかん。で、これ調整しろつ、ピンタイプのやつなんで、いいんですけど、ちょっとキッシュには大きい。いっぱいいっぱいでつけてんやけど、そうじゃない。そうじゃないっていうか、ちょっと、もう一穴が短かったらいい感じかな。で、こう、上に行くと、だいたい座ったり、コードが止まります。上に行くとね。で、ロックオンしたときは、またぎます。またぎます。これ、ロックオンしたら僕を気にしてないからね。またげると思う。で、またいで上にカンカンです。またいで上に、待って、取りにくいな。こうです。またいでないけどね。ちょっと示しろがないです、これね。で、こうです。トントン。これを早く、できるだけ早く、これです。これで録音解除します。はい。しますよ。本当にしますよ。どっか消えへんかな。っていう感じで、っていう感じで、ハーフチョークの使い方を、動画に撮らせていただきました。はい。